森山和恵要塞。要塞の達人に認定された森山は、柔らかい布やリバーシブル素材など高度な縫製技術を駆使したドレスの製作を行う傍ら、森山ドレスメーカー学院を開校し、後進の育成にも努めている。これをドレープをたくさん出そうと思えば、ここをたくさんこう持ってくれば、ここドレープがいっぱい、あのショールをしているように、はいはい、女らしいような感じをこう出す。古い着物をリメイクし、小物やドレスを製作。これはあの最初は打ち掛けだったんです。打ち掛けをほどいてドレスにしてショーに出した。立体的な洋服の表現を駆使し、2009年全日本洋裁協会会長賞、関東賞を受賞するなど、長年培ってきた高度な技術で時代のニーズに合わせたデザインの洋服作りを行っている。森山ドレスメーカー学院では推薦を受け、要塞教員資格の一つであるドレメ式要塞教員資格を取得することができる。私が質問してもきちっとそれを詳しく教えてくれるし、いろいろ細かいことを教えてもらってます。はい、楽しいですもう学校できるぐらいの技術を持ってるということは、基本的なものをしっかり教えることができます。柔らかい生地でもデザインができますし、縫製ができる、そういう高度なものまでできる技術を持っております。で、伝えることもできます。多くの人に知ってもらいたいと思いますね。本当に楽しいんですよ。だって今の子どもたちに、あの少しでもいいで、このものづくりの楽しいということを知ってもらいたいと思うんですよ。だからそういうことを、これからは生きがいみたいにしていきたいと思ってます。